テストプレイなんてしてないよっていうゲームがある。このゲームの目的は勝利することです。敗北した場合は勝利できずゲームから脱落します。あなた以外の全員が敗北したらあなたは勝利します。ルール以上。哲学的な文言だって最後とりあえず全員任せは勝つってことだ。勝てばいいんだな。勝てばいい、勝てばいい。プレイヤーはカードを2枚ずつ配られ、スタートプレイヤーから時計回りに手番を行います。山札からカードを1枚手札に加えて、手札から1枚をプレイ、はい、っていう感じね。完全に初見プレイです。さあ、じゃあ待つんかな。よし、じゃあ俺から行くぜ、うん、これテストプレイしてないよは本当にしてないの制作者に聞いて、という名の実はちゃんとしてるみたいな。そうそう、ああ、それはあり得るかもしれない。じゃあとりあえず行くぜ。ゾンビ。このカードの効果は自分の前にこのカードを置く。以降いずれかのプレイヤーが手番前に「ああゾンビだ!」と言わなかった場合、そのプレイヤーはゾンビに脳を食われて敗北する。ただしバナナを持っていた場合は助かるというカードだ。バナナは何？物理的なバナナ？リアル？いや、わかんないそれはわかんないよ。いねえだろこんなところにバナナ持ってくるやつなんだよ。いや、もしかしたらバナナのカードがあるかもしれない。ワンチャン？ワンチャン。比喩的なバナナはダメってことだよね。男性は助かるみたいな。でも壊れるぞ。壊れちゃうから。負けだな。ああゾンビだ。そう。手番前にああゾンビだと言わなかったら即死。ああ女神様は。いや、それはまあ即死。それは。オッケー。俺のターンは以上だ。オッケー。ああゾンビだ。ちょっと迫真さが足りないんじゃないですか。確かに。やり直す。お、女優。テイク2、3、2。あー、ゾンビ。だ、言ってなくない？だ。本当だ。ジャッジは？ジャッジ。アウト。シビア。アウトなんだ。いや、シビアにこういうのは。これ負けなの？これ負け。負けなの？テイク2しただけで他何もしてないんだけどじゃあ俺か。ああゾンビだ急に真顔に。迫真の演技だったな。まあ、俺全然自分のカード読んでなかったよし、じゃあ俺は総鋭角ポップ体のカードを使うぜ自分の前にこのカードを置く。全てのプレイヤーはカードをプレイする前に総鋭角ポップ対最高と言わなくてはならない。言わなかった場合は敗北する。そう、これは邪悪なカードクソダサフォントで有名な総鋭角ポップ対ねああゾンビだって言って引いて総鋭角ポップ対最高って言って使ってそうめんどくせえなこのゲーム使ったの2人だからあ、ゾンビだ。ちゃんと言った総鋭角ポップ隊最高な、自分で書く。もうなんか変な空気になるじゃん、それが爆弾を使います。自分の前にこのカードを置き、手番を得る。場に合計4枚以上の爆弾が置かれた場合、それらは爆発し、全員が敗北する。全員負ける？うん。4枚たまったら全員負ける。なんで出したの？みんな負けちゃうの？うん。自分が勝つとかじゃないの？そう。全員が敗北する。本当だ。なんで出すんだよそんなの。4枚だから4枚以上たまった時。あ、そうね。まあそうね。確かに。これから出さなきゃいいんだよ。そう。ってことはそれ以上に使いたくないカードが2枚。そういうことだよね。ああ、なるほど。怖えな、このゲーム。どんなカードがある？あーゾンビだー絞る総鋭角ポップ隊最高。やだおお、総鋭角ポップ隊なんじゃ気にしてんだ総鋭角ポップ隊はもう偉大なフォントだから、もう最高も最高ですよ。最高よりも最高。プレイしろよ勝てばいいんだよね。堂々は正しい。ゲームに残っている全てのプレイヤーは勝利する。やった？え、やった。みんな勝ち。やー、みんな勝ち。テラシ勝ったの？ゲームに残っている。あー、残念。テラシだって一番嫌なやつ。あいつ何もしてねえぞ。これで終わり？勝ったからね。うん、みんな勝ったから。なんだよこのゲーム。すごい、何もしないで勝てるゲームって最高じゃん。そういう格好大最高。言いたかった。手番来てない来てない。お、なんだ？どう？だってまだ1、2、3、4枚しかカード出てねえぞ。でもみんな勝ちだよ。いやいやいや。テラシ以外、テラシ以外ね。うん。テラシもう1ゲームやりたい。やりたい。私も違うよ。なんだこれ。よし、テストプレイなんてしてないよ。2回目だ。イエーイ。テラシ頑張って。頑張る。頑張れテラシ。じゃあマッツンからいこう。ドロー。そういえばさ、さっきテストプレイなんてしてないのがブラフみたいなことをアミ君にしたけど、多分本当にテストプレイしてないねこれね。マジで？多分絶対してないじゃん。いいの？うん。いいのか。出ちゃってるもんな、うん、とってもバカバカしいけどやめられない。面白いもの大好き。2から10人用カードゲーム。テストプレイしてないのに10人までもなんもないもんね。でもだからそれ以上でもいいんじゃない？では俺のターンで、あなた自分の前にこのカードを置き、以下を大声で読み上げる。今後あなたを意味する言葉を口にしたプレイヤーは即座に敗北する。幸運を。第三者目線は OK。 マッツンと、いや多分マッツンとかはアウトアウト。あれもう、うん、アウト。今、うん、マッツンって言ったよ。俺は俺のことだから。三者じゃないもんね。三者じゃない。おい、なんだよなんだよ本当に。おー、続けろ。え、これカードにもしこの文言が書いてあった場合もアウトってこと？はぁ、なんだよ。ちゃんと読むよ。みんなにお伝えして。テラシは恐る恐るだよ。誰に使う？誰にそのカード使う？俺かいや、ないな。俺がうるさい。ちゃんと名前呼んであげて。負けるけど。テラシは猛スピード、レーザーまたはハリ1000本のカードが自分の前に1枚だけある場合、身をかわす。そのカードを2位のプレイヤーの前へ移す。もしくは山札からとても素早くカードを2枚引く。特に何も起きないな。とても素早く2枚。2枚引ける。とても素早くじゃないとダメ。とても素早く2枚引く。ちょっと遅い。いっぱい取れた。2枚いっぱい取れた。テラシひまわり。次はひまわりのターンだよ。あなたの番だよ。ユウやっちゃいなよ。こういうと面白いです。なんだ、何が面白いんだ。俺のどこが面白いかちょっと指摘してみろよ。いや、負けたから何でも言えるよね、本当に。なんだろう。よし、あなたの番ですよ。はい、ひまわりの番です。ひまわりは指の数というカードを使います。以下のセリフを大声で読み上げ、このカードを伏せる。全員せーので1本から5本の指を出すこと。せーの。ちょっと多かった、うん、指の数が偶数だった全てのプレイヤーは敗北するの。やった、残った。3人死んだってこと。負けたー。何してくれてんの。おい、なんだこのゲーム。おい、まだ勝負は終わってねえんだよ。俺と誰？俺と誰？俺となんかこのなんかお花をつけてるなんか。失礼なんだけど。続けろ。よし。さあカムイの番だよ。ひまわりに向けて何を使うんだい？俺は。あ、ゾンビだ。お。ゾンビまだ出てない。そこにすんのかい。プレゼント。すべてのプレイヤーはプレゼントに対しているかいらないを答え、全員が選んだ後このカードを公開する。プレゼントはヘビ。あ、公開してない。あれちょっと待って、どういうことだよ。俺なんか公開しちゃいけないカードを公開しちゃったんだよ。聞いてから言うのが良かったんじゃないか。そうだね、そうだね、そうだね。だからテストプレイちゃんとしろって言ったんだよ。こういう人間もいるんだからさ、もうちゃんとテストプレイした方がいいんだよ。じゃあひまわりさ、今ひまわりって言ったよ。負け。あ。ということは。うわー。完全に油断だね。もうゲームにケチつけてる場合じゃなかったね。まんまと作戦に引っかかったね。完全なるケアレスミスだからね。してやられたよ。このゲームにしてやられちゃったよ、本当に。カムイ、これで満足なのかよ。いや。勝ちたい。もしもう一回やるぞ。せめて一周してんだけど。あ、そうだね。一周してない。一回もしてないからね。よし、テストプレイなんてしないよ。俺たちがテストプレイしてやろうじゃねえか。やるぞ。俺たちがテストプレイヤーだ。いっぱいあらを晒してやるからな。あらだらけの人間だ。人間って言うな。よっしゃ、俺の番だ。じゃあ俺はこのカードを使うぜ。指差し。自分の前にこのカードを置き、以下を大声で読み上げる。今後何かを指差したプレイヤーは即座に敗北する。幸運を。やりがち。こういうのはいいわ。そういうのは指を差しちゃダメ。指じゃなきゃいいな。指じゃなきゃなんでも。拳は？拳はいいんじゃないか。結構距離ある。結構距離ある。その方が分かりやすいからいいんじゃない？そうだね。拳で語る。引いて。松井今どのカード使ったんだっけ？このカード。危ね。手出しのターンだから。1、2、3、4。オーナーズ、自分の前にこのカードをそっと置く。そして自分の鼻に触れ、ゆっくり4数える。数え終わるまでに自分の鼻を触れたプレイヤーは敗北する。敗北かよ。ふざけんなよ。これ何が思ったのか分かんなかった。えってなってるね。あ。ふざけんなよ。浮かれてたじゃないかよ。油断こそがこのゲームの大敵である。うまく誘ったな。いやー、まあね。じゃあ次は唐揚げの番だ。怖い。ここから引くんだよ。中古になるみたいな。どのカード使おうかな。じゃあ宇宙船、レーザーまたはブラックホールのカードが自分の前に1枚だけある場合回避する。もしくは山札からカードを引き、宇宙船っぽい効果音を叫ぶ。宇宙船っぽい効果をやらなければ敗北とかそういう感じ。敗北とは書いてないけど、でも「叫ぶ」って書いてあるから、やっぱ叫ばなきゃいけないんだよね、きっと。あ、なるほどね。唐揚げの中の宇宙船のイメージを。でもクオリティはだけ想像ついたもんでしょ。宇宙船っぽいでしょ。宇宙船っぽかったでしょ。じゃあ次、あ、俺か。誰次誰。俺のターン。シュピンインチキ野郎。お前だろそれ。まあそうなるんだけど、カードを2枚引き、もう一度手番を行う。お、そう、これは星印付きのカード。もしこのカードが何らかの動物によって待ち伏せされたなら、あなたは敗北する。このインチキ野郎。え、どういうこと？待ち伏せって何？多分何かしらの動物のカードがいるのではないかと俺は思う。リアルじゃない、なんていうの、リアルじゃない。俺も動物ですとかじゃなくて、俺も動物ですじゃない。じゃあもう一回手番をやるので、俺はこの邪悪な笑いを置く。このカードは他プレイヤーが敗北するたびに狂ったように笑い、カードを1枚引く。もし勝利したらあなたは世界転覆の計画を始めるかもしれない。唐揚げ、俺の世界転覆の野望を止めてみろ。なんだって、世界が転覆される。やばいやばい、これは絶対に勝たなければ。なんか規模でっかくなってきたな。急にでかくなったが、そのなんか中心人物になってしまった。片や宇宙船だし、片や転覆クワだったスターウォーズだ。じゃあこっからここ、あそこカード引きまーす。ゲーマーズハイ、任意のプレイヤーの前にこのカードを置く。そのプレイヤーはショックで唖然となり、以降は自分が使うカードを手札からランダムに選ぶ。ゲーマーズハイは素晴らしいカードなので、そのプレイヤーは2ポイントを得る。やったじゃんマッツン、2ポイントだよ。何それ何それ、ポイント2ポイント。今までポイントのなんかなかったじゃん。え、なんかみんな0ポイントなのにマッツンだけ2ポイントなんだよ。すごくない？でもいくらに何円相当に換金できるポイントは何1ポイントいくら分かんないよね。まあいっか、そのうち役に立つよ。役に立つかもしれない。そのうちが来る前に死ぬ気がするが、よし行くぞ。一応見てからランダム。なるほどなるほど。じゃあちょっとなんかどれにしようかなってどうがいいんじゃない。やめろこうやって。じゃあマッツンどれにしようか。あ、じゃあ一番右の星のやつでおやっとカードゲームっぽくなってきた。ラリーが続いてるよ。全員せーので1本から5本までの指を立てること。え、せーの。全員指の数の合計が素数だったらあなたは勝利する。1234561111213141516 ダメだな、ダメだった。素数じゃなかった。孤独な数字じゃなかった。マッツン今どこ指さしてたの？今こうやってさ。それは指をさしてない。それは指をさしてない。3A でさしてない。3A じゃない。ちゃんと立てただけだから。何かを指し示してはいないから。じゃあカード引くぞ。どっから？デッキ。山風だ。じゃあ息が上がってるあ、ゾンビだ。それがポップ隊最高前の回のであれを。じゃあ戦闘、全員せーのでじゃんけんをすること。せーの。チョキを出したプレイヤーは敗北する。残念。もう敗北済みの人たちだね。二重で敗北した。二重で敗北。裏返らないかなこれ。ああ、ありそう。ありそうだね。敗北ポイントちょっと積み重ねた方が一。二回死んだ。じゃひまわり。どれにする？じゃあひまわりから見て一番右のやつ。どれ君とひまわりの間にあるやつ。めんどくせえやつらだな。これだよこれ。それか。なんだ自分で撮っちゃった。もっと遠くに眺めればよかった。ごめんね。じゃあ使うね。自分の場合このカード。全てのプレイヤーはカードをプレイする前に総映画ポップ対最高と言わなければならない。言わなかった場合は敗北する。そう、これは邪悪なカードだ。まさかも見たよ。でも、ランダムだから仕方ないじゃん。もうちょっとさ、バリエーションあるところ見せていかないと。いやいや、もうこれ以上バリエーションとかちょっとランダムなんで。ランダムにちょっと引いてる。あ、ランダムね。どれ使ったっけ？あ、そういうかポップ体ですね。ドライ。引きまーす。よいしょ。あー、なるほど。じゃあ指の数でも似たようなカードがいっぱいあるみたいね。全員せーので1から5本までの指を立てること。あれあれ総鋭角ポップ最高って言ってないよな。俺の勝ちだ。よし、俺はこれから世界転覆の計画を始めてやる。幸運をというテストプレイなんてしてないよ。しろよ。テストプレイしてくれよ。ねえ。テストプレイしてないから国家転覆を世界転覆を企てなければいけなくなっちゃう。いけなくなっちゃう。ちょっと頑張りますね。俺カードゲームで世界転覆の計画を始めるとは思わなかった。ちゃんとテストプレイしてないから。いや本当だよ。もうちゃんと楽しみますよ。うな枠チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこちらから。おすすめ動画も見てくれよ。いいねボタンもお待ちしてます。それではここまでのご視聴ありがとうございました。